大堀の時には6番手だったんですね。そんなにこうプレーを見る機会がなかったんですけど、やっぱ大学に来てから彼の特徴はクイックシューターなんですね。これはその当時、まあ今もそうですけど、なかなかいないんですね、タイプ。やっぱりクイックシューターとしてはやっぱり学生の中ではトップだったと思うんですよ。まあそれがあって、彼が1年の時にインカレ久々にベスト4に入ったっていう、やっぱ彼の力がやっぱ大きかったんですね。その時僕がやりたいバスケットがかなりできてて、やっぱりそれもメンバーが揃わないと、アウトサイドのシューターいたりとか、上からディフェンスが激しく当たれるとか、まあそれは藤井がいたり鈴木達也がいたりとかっていう、こうメンバーがうまくこう組み合わさっててできたのかなと思いますね。どこの試合だか分かんないけど、もう前半で30何点入れたんですよね。もうこれはすごいなと思ったら、後半もう2点しか入れなかったですけど、爆発的なところがあるのと、もうなんかシュート入んないとダメな時に、お前試合出るかしらもう出ませんとかいうくらい気質が激しいんですよね。最近はスリーポイントになってきつつあるかな、まあ、NBA もしっかりそうですし、フィリピン行ってプロリーグ見てても一つの武器を持ってるので、それをさらに磨いてほしいな。いや、たまには連絡してくる練習に来て後輩をちょっとこう刺激を与えてくれたら嬉しいなと思います。